フェンダー・マローダーはフェンダー社製のエレクトリックギター。1965年から1966年の間に試作機は何本か作られたものの製品化には至らなかった。よって一般的にフェンダー・マローダーというとこの試作機段階のものを指す。隠しピックアップをピックガードの下に配置したタイプ1。通常通りピックガード上にピックアップを配置した。 タイプ2の2タイプが作られた。タイプ2はストラトキャスターと同様3つのピックアップをピックガードを上に配置している。そして7個のスイッチと4つのノブを持つ。このモデルの背景にはストラトキャスターとジャガーを組み合わせて多様性を引き出すことがあった。このギターはプロトタイプレベルから先に進むことはなかった。これはタイプ1の隠しピックアップが大量生産には 高価すぎ、その技術ライセンス量も高価なものであったからと言われる。マローダーは8本しか作られなかったとされており、フェンダーのギターでおそらく一番希少価値が高い。21世紀を迎え、フェンダーはカスタムショップから12年、マローダーを製作。しかしこのモデルはボタンが少なかったり、ボディシェイプが大きく違ったりと、全くの別モデルである。2011年には、 中国製のフェンダーモダンプレイヤーシリーズの一つとして販売開始。ネック側にモダンプレイヤージャズマスターピックアップ。ブリッジ側にはトリプルバッカーピックアップを標準装備。ブリッジはシンクロナイズドトレモロ。ボディ材にはギターには珍しいアフリカ産のことというものを使用している。ブラックとレイクプラシッドブルーの2色。AB ここでタイプ1、タイプ2の画像が見られる。 ありがとうございます。